さて皆さんこんにちは。今日はこちらギアデフを作っていこうと思います。オイル封入式のギアデフですね。で、作るに至っていくつか注意点がありますので、そのですね、注意点を今から説明したいと思います。まず一つ目の注意点なんですけれども、こちらですね、たまに本に間違ったことが書いてあるので、それの注意点なんですけど、シリコンオイルをですね、あのギアデフの中に入れるんですけれども、シリコンオイルをですね入れるときに、これですね絶対に使ってはいけません。こういう本にですね、これを使ってオイルを入れたりしてるんですけれども、タミヤのこのギアデフ用のシールグリスはシリコンオイルと一緒に使ってはいけません。こちらですね、タミヤのホームページ、ギアデフシールグリスありますよね。こちらですね、ギアデフオイルと合わせて使用することで、オイル、デフオイルの漏れを防ぎ、メンテナンスサイクルを伸ばすことができます。で、ここ注意点、通常のシリコンオイルでは使用しないでください。使用するとオイル組織が破壊されます。必ず VG ギアデフオイルと合わせて使用してください。普通のですねシリコンオイルと一緒にですね使うことはできません。こちら普通の10万とかね、1万とか5000とか、そういうオイルとギアデフのオイルと、このシールグリス、ギアデフシールグリスはですね使えないので注意してください。で、本でもですね間違ったことが載ってる本もあるんですけど、この正しいことが載ってる本もありまして、こちらですね、我らがタミヤサーキットの佐野さん佐野さんが書いてあるんですけれども、よいしょよいしょ、佐野さんのこちらですね、我らが佐野さんがですね、このデフの作り方を説明している本があるんですけれども、これですね、これを使うんです。普通のですねギアデフのオイルを使う時のシールにですはね、これを使います。これ VG ダンパーグリスです。さっきの、ギアデフ用シールグリスじゃなくて、普通のこのオイルを入れて使う時はこちらですね、この VG ダンパーグリスを、シールグリスとして使うと。そうすることによってオイルの漏れが防げるということです。これがですねまず一つ目の注意点です。ちなみにですけど、先ほどの使ってはいけない VG シール、 VG ギアデフシールグリスですねを使うときに、使っていいギアデフのオイルはこちらですね、シリコンオイルの通常のタイプではなくて鉱物系オイルを使用しているオイルです。さあ、そしてもう一つの注意点なんですけれども、それは DB01 を使っている人に注意なんですけれども、こちらですねギアデフ DB01、 これですね刃数が37なんですよ。書いてないけど、これ37なんですね、刃数が。あった、書いてある、これですね37で、当然ですね普通のノーマルの DB01 も37ですね、これここ37なので、まあ普通の DB01 を買ってる人が、あのボールデフをギアデフに変えるときは普通にですねこちらを購入して変えていいんですけれども、トリプル R を使っている人は少し注意が必要で、
こちらトリプル R の説明書なんですけれども、トリプル R のギアデフはこれ39なんですよ。刃数がね違います。普通の DV01 の刃数は37なんですけれども、トリプル R に初めから入っているギアデフは39なんですね。なのでトリプル R を使っている人がギアデフを交換するときなどは、注意が必要ですので、そこは、気をつけましょう。さあではギアデフを作っていきたいと思います。でですね、こちらの佐野さんの書いてある通りに作るのが間違いがないんですけれども、タミヤのですねこの5000番のオイルが欲しかったんですね。ギアデフバギーですね、バギーのダートだと通常は3000から5000を使うという、横物ですね記事がありましたので、そちらですね、に従って5000くらいのシリコンオイル、タミヤのを探したんですけれども、あいにく少し見つからなくてですねタミヤサーキットのねお店とかに行き張ってるんでしょうけど、ちょっと行く機会がなくて、インターネットとかでねちょっと探したけど、いいのがなかったのでですね、お店に売ってるのが見つからなかったので違うメーカーになってしまうんですけれども、よいしょ、こちらですね、こちらに使ってるこれですねと、シールグリスですね。こちらは5000番、ありましたので、こちらを使ってこのタミヤのデフギア、この方のですね説明通りに作っていきたいと思います。もちろんねタミヤの 4WD クラスに出るときはタミヤのオイルを使わなくてはいけませんけれども、とりあえずこのオイルでデフギア作ってみたいと思います。では作っていきます。こういうね、突起がねあるのでね、この突起をですねカッターでですね、落としていきます。カップグリスの可動部分に、デフギアグリスを薄く塗布します。そうすることによってスムーズに作動するために欠かせない下準備と書いてあります。一応他の本に載ってるパーツの面を出すっていうのも、まあ、気持ち程度、やっておきました。これねやる必要がないような本もありますので、とりあえず軽くだけやっておきました。そしたら今度はこのデフ、のですねプーリーにグリスをまんべんなく塗布しておくと、それを怠るとオイルが漏れやすくなるということですね。こういうところにまんべんなくグリスを塗布していくらしいです。
ーリングにグリスを塗布で、このグリスケースにこのオーリングを長期間つけてるユーザーもいるが、膨張してしまう場合があるので注意してくださいって書いてありますね。なので普通につけるだけにします。ピンセットを使うときはオーリングを傷つけないように注意しましょうって書いてあります。反対側にもグリスを塗布するらしいです。デフジョイントカップを差し込むときには回転させながら差し込むことで簡単にムラなくグリスアップすることができるって書いてあります。もうグリスがついてる同士ですね。ゆっくり回転させながら、よっよっよっと、そうしたらここの先に出てきた、余分なカップジョイントにですね、ジョイントの先端についた余分なグリスを拭き取ると書いてあります。ではですね、このデフガスケットにシーリンググリスを塗っていきます。そしたらこちら側ですね、薄い方にこれをのっけていきます。ぴったり合わせて取り付ける。これがスムーズに動くかどうか確認です。スムーズに動いております。そしたら精密に測れる測りでですね、デフオイルの量をチェックすると、再現性があると。測りながらやってみたいと思います。で今差し引きますね。この全体の重さを差し引きます。今 0g になってます。この方はですね、ヨコモの、ギアデフなんですけど、
デフのオイルを 1.5g に固定しているらしいので、とりあえず私も 1.5g デフのオイルを入れてみたいと思います。5000番、今 1.5g 入りました。よっ、よいしょ。そしたらジョイントをゆっくり回してレベルギアの奥に溜まった気泡を抜きます。最後にここの外壁をなぞるようにこのリム部分にですね、指でなぞるようにグリスを塗布していきます。さあ緊張の一瞬です。これをですねパカッと手際よくやりますよ。よっ、うわ失敗したかも。入った、危ない。成功、成功。さあそして傾けないようにしてビスで締め込んでいきます。もうすぐ完成です。できました、できました。ではですね、動きをチェックしてみたいと思います。スムーズに動きます。このねバギーに適してると書いてあった5000番のギアデフの硬さがね、どれぐらいなのかすごく興味があったんですけど、こういう硬さなんですね。タイヤをつけたら結構緩いと思います。でもそれがダートのバギーに適したフロントのデフギアの硬さ、この硬さの感覚が分かれば今度リアのね、あのボールデフの締め込みのバランスもね、ちょっとこれと同じかそれよりもちょっとだけ弱いくらいに変えられるので、このね硬さを知るってことがねすごく、重要だったので勉強になりました。うまくできたと思います。では今回のデフギア、参考にしたのはこちら RC マガジンの何月号だ10月号、 RC マガジンの10月号のデフギア、このページと同じ本のこちら我らがタミヤサーキットの佐野さん、何気なくこれ山口くんも一緒に写ってますよ、おなじみの佐野さんのですねデフギアのこのページ、さらにですねこの本すごくてですね10月号、
ここデフギアとボールデフとかワンウェイですねの組み合わせの、ベストとかをね、あの佐野さんが検証して、フロントを硬いデフギアにしてリアを軽いデフギアにしたらどうなるかとか、フロントダイレクトにしてリアのボールデフが走りやすいとか、すごいこれ参考に、なっています。素晴らしい、これはね奇跡の一冊になってますので、もしバックナンバーがあったら皆さんゲットすることをお勧めします。さあでは今日はギアリフを組み立ててみました。さようなら。We will